しかったぜ、小僧。ミツ、もっと早くお前に出会ってたなら、いろんな世界が見えたんだろうな。だが、それでも俺があんたのドライバーだったら、そうすれば。気色悪いことを言うな。俺のドライバーは奴だ。それはそれで悪かねえ。メツ、ようやく見つけたようだな、メレフ様。己の存在意義を。はい。正直羨ましいよ。ほとんどの人間はそれを見つけられないままその生涯を終える。私は見つけられるだろうか。もうあるやろ、アンさんは。それでもまだ足りん言うんやったら、それは次の世代に渡したらええ。そうだな、その通りだ。起きてるんだ。これは何？どうしたの？このままだと楽園全体が崩壊する。なんだって！？ゲートが消失したことで楽園を維持していた力がなくなったの。崩壊した後はどうなるの？ねえ！ここより上は軌道上を周回するか、遠心力で遥か彼方に飛び散るわ。でもここより下、世界樹それ自体が崩れ、アルストへ落下する。バカ、そんなことになったら世界は。何か止める方法は。ホムラ、たった一つだけ方法があるわ。ここから護送下に降りたところにモーメント調整用ブースターの制御室があるの。ブースターに点火し、世界樹全体を軌道より上に加速できれば。ブースターとか加速とかなんや、ようわからんが、要するにそこに行けばなんとかなるんやな。分かった、護送下だね。急ごう。青龍さん、花ちゃん。ん？なんじゃと？そんなことできませんもん。お願いします、二人にしか頼めないことだから。でも花ちゃん、約束ね。あれはお願い。
前さんは。船、港か、ここは。そこで何やってるんだ、ホムラ。制御室は、ホムラ。そうか。ごめんね。初めて嘘ついちゃったね。ホムラ。世界樹の崩壊を止めるためにはアイオーンに残された力を使って世界樹全体を消滅させるより他に方法はないわ。みんなはその脱出艇に乗って急いでここから離れて。残された力ってホムラ、何考えてんだ。大丈夫だよね。世界樹を何とかしたら帰ってくるよね。待ってて、俺もそっちに行く。くそ、ワイヤーが足りない。そうだ、花、花。できませんもん。できないってなんで。約束なんですもん、ホムラ。レックスが必ず花を頼るもって。絶対手を貸しちゃダメもって。なんでそんなこと。頼む、お願いだ。俺をあっちへ連れて行ってくれるだけでいいんだ。そしたらみんなはここを。レックス、ちょっとだけ、ほら、あそこに行くだけでいいから。レックス。じっちゃん。男なら背を向ける覚悟も必要じゃ。なんで、なんで。あの子の願いを叶えてやれ。じっちゃん。もういつまでも子供じゃおれへんで。惚れた女の気持ち